ということで、若手の選手にシングルスでやられて痛い目に遭った練習 Vlog でした。あ、次は勝ちたいです次は勝ちたいです。でもだん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 もう差開けられてばっかりだし危ねまたこれからもよろしくお願いします。今日はこれで終わりです。ありがとうございました。悲しい。